こんにちは、ようこそゆるふわ仮想通貨チャンネルへ、ひろみです。今回はじゃじゃじゃーん、なんだこれですよね。これ NFT なんですよ。これで NFT がゲットできるということなんですね。なのでちょっとこれまだ私見てください、まだ開けてないですよ。なので私もちょっとどういった NFT なのかというのがすごくミステリーというか未知なので、これを実況レポしながら開けていきたいなと思います。ツイッターを見てくださっている方はご存知だと思うんですけれども、一足遅い夏休みを妹と共にですね、南の島の方に行ってきました。でそこで妹が免税店に行きたいということで、DFS に行かせていただいたんですけれども、そこで妹がディオールの基礎化粧品を、こちらなんですけど、基礎化粧品を買っていて、でそこでなんかこう1万5000円以上、いくらだったかわかんないんですけど買って、 DFS でメタバース空間 NFT のプレゼントという、こちらですね、イベントをやってたんですよ。でイベントの参加がその1万、ビューティーで1万5000円以上のお買い上げをした方がなんか対象みたい で対象になれてですね、なんだそれみたいな感じでちょっとブースまで行って抽選をしてきたんですね。でちょっとまだ開けてないんですけど、私その時思ったのが、NFT これこうガチャみたいな感じで UFO キャッチャーみたいのをやって、でこれを私はゲットしたんですけれども、これだって NFT って大体メタマスクのウォレットアドレスとかないと受け取れないじゃないですか。なんですけど、ね、このチャンネルとか見てくださっていて仮想通貨の情報を追われている方はメタマスクのウォレットアドレスお持ちの方だと思うんですけれども、こうやって DFS とかでお買い物される方でみんながみんなメタマスクのウォレットアドレス持っていたり、その NFT の取得方法だったり保管方法をご存知の方って本当多分数少ないと思うんですね。なんですけれども、こういったイベントやられているので、どうやって NFT 配布されているのかなっていうのがとても疑問でですね、私もまだ開けていないので、なんかどういうふうに NFT がゲットできるのかなっていうのも全くわからないですね。なのでこの動画でみんなで一緒にですね、おうほうほうほうと NFT こうやってゲットできるんだみたいな感じでっていう内容をですね、この動画で実況レポをさせていただきたいなと思います。もしかしたらですね、なんかこう NFT やりたいんだけどどうしたらいいかなって思っている企業さんだったりとかっていう方もですね、この動画をご視聴いただいて、ほうほう、こんな NFT の配布方法があるんだみたいな新しいアイディアももしかしたらお持ちいただけるかもしれない内容となってますので、私もちょっとね、開けてないから何も言えないんですよ言えないんですけど、もしかしたらそういった内容になってるかもしれないので、ぜひ動画を最後までご視聴いただけるととても嬉しいです。このチャンネルでは仮想通貨に初心者の方にでも分かりやすいように日々仮想通貨に関する情報を配信させていただいております。チャンネル登録がまだの方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をいただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。またですね、 LINE、Twitter、Instagram、TikTok やってます。こちらの方もフォローやいいねいただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。今回のこの一足遅い夏休みに関してもですね、結構 Twitter や Instagram の方で投稿をさせていただいていました。ぜひチェックいただけると嬉しいです。それでは行きましょう。それではレッツゴー。でこちらです。こちらがイベントの内容となります。DFS で美に見せられてということで、今年の8月1日からやられているイベントのようです。こちらですね、ミステリーボックスを開けて DFS ワールドへ行こうという内容になっています。ビューティーにて1万5000円以上お買い上げの方に漏れなくビューティーガイドとミステリーボックスをプレゼント、さらに NFT 交換カードもついてきますということで、こちら私がもらったこちらになります。でまたですね、追加でこのアップル製品が当たるっていう、こう商品、豪華な商品のものもあったんですけれども、ここは残念ながら妹は沖縄のお塩、これですね、写真沖縄のお塩を
いただきました。ちょっとねできればアップル製品当てたかったんですけど難しかったですね。といったすごい面白いユーモアあるイベントが執り行われています。こちらのあの DFS のFacebook の方にもあのイベントの内容が結構載っていまして、ここですね、ミステリーボックスを開けて、DFS ワールドにアクセスということで、ビューティーガイドとメタバースも巡りながら仮想空間のラグジュアリーな遊び場を探索しましょうとなって、今すごい面白いですよね。ここまでこういった感じでこれからですねメタバースや NFT ですね、本当にイベントごとで出てくるシチュエーション多くなってくると思います。最近だと QR コードを読み込んで NFT がゲットできるという内容のイベントもあったりですとか、本当に徐々にですね身近になってきていることなので、今回はこの DFS が行っている NFT メタバースのこれちらですねを開封して、こちらではどのように NFT を配布されているのかというのを実況レポでお届けしたいと思います。それでは開けていきましょう。私もですね開けてもないですし、どういった感じになってるのかなっていうのはすごくドキドキワクワクしています。それでは開けます。ここへー、じゃじゃん、なんだこれなんだこれ、わー、ちょっと開けましょう。開けて、あ、これは多分なんかフィギュアかな、こっちは、あ、へー首めっちゃウケる。これで、あ、体が多分このここあたりにあるのかな、これどうやって開けるの、ちょっとハサミ取ってきます。それではハサミで切れたのでこれ出てきました。これなんだろう、なんだろう謎、次がこちらです。これも多分、あ、こうかな、え、間違ってたらどうしよう、あ、へえ、ここにこう書いてありますね、こういったイメージになるそうです。これを組み立てます。こうこう、あ、ならこれがこうか、こうですね、まずこう、まずこうで、こうですね、じゃじゃん、で、下にこれ、これをこう完成完成です。なんかこけしちゃんみたいな、かわいい、完成しました。はい、こちらは完成しましたね。で、次にじゃじゃじゃん、こちらのカードが入ってまして、後ろにメタバースへアクセスとなっています。これを読み込めばいいのかな、なんかこういった感じの説明書になっていて、英語版、多分これ英語版、中国語、あと日本語が書かれています。ちょっと日本語、1、DFS ワールドへアクセスするか QR コードを読み込みますと、ということでこれの手順に沿ってですね、ちょっとこれからやっていきますね。まず1なので、多分このメタバース空間、これを、QR 読み込みます。これで携帯で QR を読み込みました。ほうほうほう、で、あ、ここにですね、コードを入れてくださいという表示が出ました。で、コードがここに書いてあります。ここに書いてあるコードをここに入力します。入力しましょう。これで、OK かな、OK を置きます。で、ログイン、メールにしよう。私、メールにしますね。で、メールにコードを送信します。で、メールの方をチェックいただいて、メールの方にコードが届いているので、そのコードを開きましたね。こちらのコードを、コピーしていただいて、貼り付けをします。こちらに貼り付けします。ペースト。で、ログインアウト。のアカウント、のアカウント、あ、まずアカウント持っていない人はこう名前からやらなきゃいけなかったみたいですね、すいません。名前で、イメールアドレスですね。で、コードを送ります。で、コードを確認します。で、この届いたコードをコピーして、で、貼り付けですね、ここに貼り付けをします。で、カントリーがめっちゃ上の方にあった、ありました、ジャパンがありました。で、コンフォーム、で、ここチェックマーク入れていただいて、サインアップナウで OK で、
おー、これで NFT がゲットできましたかな。でチェックマイ NFT ということで、なんか可愛いこけしちゃんの NFT をゲットしました。でこれは多分 DFS 内のこのボレット、 NFT ボレットアドレスに入っているみたいなんですけれども、ということはなんかこうボレットに、あ、このトランスファーってやつなのかな。でこのちょっとまだ私もやってないから分かんないんですけど、このコンフォルックスボレットっていうのに送信できるみたいですね。メタマスクダメなのかな。コンフォルックスボレットってなってるので、もしどうなんだろう、このメタマスク、普通だったらメタマスクウォレットとかじゃないですか。ここが多分限定されているみたいですね。エンターユアコンフレックスウォレットキーってなっているので、もし分かる方がいらっしゃったらですね、ぜひコメント欄にメッセージください。これメタマスクのウォレットアドレスでもいいのかな？ごめんなさい。ちょっと私分からなくて。まあ、とりあえず、ゲットはできたみたいなので、ここの中で私はとりあえず保管しておこうかなと思います。こういった感じで NFT の配布があるんだということが私も初めて分かりました。すいません、なんかこううまくお伝えできたかは分からないんですけれども、私もミステリーというかもう謎の未知の世界でですね、今こうやって開けさせていただいて、実際のこのこけしちゃんではなく NFT はもうちょっと違うこけしちゃんをゲットすることができました。なんだかですね、メタマスクのウォレットアドレスにはこの NFT は送れなさそうなイメージです。私もちょっとまだ全然わからないので、もしこれわかる方がいらっしゃったらですね、ぜひコメント欄の方にコメントをお待ちしております。ぜひ助けてください、よろしくお願いします。ということで今回は NFT を開封してどういう風に NFT が獲得できるのかというのをですね、実況レポをさせていただきました。いかがだったでしょうか。こうメタマスクのウォレットアドレスがなくてもですね、気軽に QR コードを読み込んで NFT がゲットできて、またそれをですね、待ち受け画面だったりそういったところで活用できるように、こう画像保存ができたりという結構画期的なものになっていましたので、ぜひですね、まあ、ここの DFS 行かれて、まあ、こういった NFT ゲットするのもいいんですけれども、今後こういったイベントごと増えてくると思うので、あ、確かに、あ、前なんかこういう風なのなんかゆるふわが言ってたなみたいな感じで頭の中にですね、ちょっと置いといていただけるといいかなと思います。またこうやって NFT だったりそういうのでこうイベントごと考えていらっしゃる方ですね、あ、DFS こういう風に NFT イベントやってるんだとか、あ、こういう風に NFT で配れるんだっていうですね、一つのアイディアとしてもいいんじゃないかなと思います。いつも最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。今回もご視聴いただきありがとうございました。